はい、こんにちは、どうも。今は車の中にいるんですけど、昨日アートメイクをして、今日は2日目です。今、2日目とか3日目っていうのはね、一番多分眉毛が一番濃くなってるので、今すごいですよね。もうなんか、イッテ Q に出れるんじゃないかぐらい眉毛が濃くなってます、今。はい、でも大丈夫です。1週間とか10日ぐらいすると、これが、かさぶたが多分剥がれて、色がだいぶ馴染んだ色になるそうなので、朝起きた時僕びっくりしましたもん。もう笑っちゃいました、寝起きなのに。まあいいとして、それはね。で、今日なんですけど、今からトレーニングをしに行きます。まあオフなので、もう何て言うんですか、きついトレーニングをするっていうよりかは、まあちゃんと自分の今までやってきたことっていうのを、まあ、完全にゼロにしちゃうと、もうそれはやっぱり良くないので、まあある程度キープできるところはキープとか、まあ、なるべくね、維持できる部分はしていきたいということなので、はい、なので今からトレーニングをするために、クラブハウスに向かいたいと思います。あいにくの雨です、今日は。なので、サクッとトレーニングして、今日は夜もね、もうクラブハウスでご飯食べちゃいたいなと思います。今日はね、ちょっと作るのめんどくさいんで、はい、そんな感じで、ちょっと着替えて、ジムに移動します。はい。お手紙が届いてました。今日これだな。今日タンクトップの日で。地球グミ。今日は、上半身と下半身、少しずつ40分ぐらいやっていこうかなと思ってます。今日からマジで YouTuber になるんで ガチで再開、 YouTuber 再開。オフシーズンは皆さんお待たせしましたとか言ってまずはトレーニングだな。はい、今日何やろうかな。でもなんかもう軽くやろうかなと思って。なんかね、ベンチ、胸、背中、足を今から30分、40分で終わるようにやればいいか。しゃやるか。40キロで。
ということで、今日は軽いトレーニングということで終わります。もう40分ぐらい、40分経ってないぐらいですね、35分ぐらいで終わりました。はい、お疲れ様でした。トレーニング後のプロテインです。今日の夜ご飯です。はい、よし、本日もお疲れ様でした。お疲れ様です。あ、今日は、まあ、こんな感じで、あの視聴者の皆さんからオフの日ルーティーンみたいな、まあ、ルーティーンではないんですけど、ちょっと見たいっていう声があったので今回撮ってみましたけど、こんな感じでまたね撮っていくので、よかったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで、お家に帰って寝ちゃいたいと思います。はい、 See you again。もしもらっていいですか。いいよ。ありがとうございます。